皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうもこんにちは。本日は皆様にこちら、ダベン5980円の激安エレキギターをご紹介させていただこうかなと思います。まあ、エズンドハスターでね、このポチッと注文するとこんな感じで、割とコンパクトな箱が届きまして、まあでかいですけど、ギターと思ったら結構ちっちゃいですよね。コンパクトですよね。こんなのは、ね、佐川急便さんから届きます。で、バカッと蓋を開けてみますと、こんな感じ。ケースとかが付いてないので、かなり簡易的な包装なんですけれども、まあ5980円だからこの辺は文句言っちゃいけねえ。こんな感じになっております。で、まあ段ボールをガーンと置いて、こちら六角レンチとアームが付いてますね。あ、六角レンチは弦高調整するレンチと、あとネック調整するレンチとアームっていう感じで3つこの袋の中に入っております。バッチリでございます。これで弦高調整ができるぜ。で、このゴムを外して白いベールをそぐと、はぐと、取ると、脱がすと、そこから現れる花嫁の姿、スババ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 という感じで、こんな感じのエメラルドグリーンのギターを買ってみました。これね、ST250、すごいっすよね。これ5980円、マジかって感じですよね。でパッと見すっごいなんか塗装綺麗じゃないですか。なんか色めっちゃいい感じですよね。全然なんかしょぼさがないというか、その色味になんかこう安っぽさがないというか、全然いい感じですよ。ピックアップも3つついてるよ。フレットも打ってあるよ。ネックもついてるし、なんかローズウッド指板だし、ペグも6個あるからさ。ペグも6個あってブリッジがあるってことは、弦が6本張れるってことなんだよ。すごいよね。ノブもついてるよ。ステレクターもついてるよ。で、もちろんジャックもついてるよ。だから、音が出せるよ。エレキギターだよ、これは。5980円だけども、立派にエレキギターだよ。早速音を鳴らしてみましょう。でい。わーお。エレキギターだよ、これは。すごいよ、エレキギターだよ。ちゃんとフロントの音がするよ。センターにすればセンターの音が。ちゃんとトーン効いてる。すげえね、マジでね。これ5900円で作っちゃうのもな、ちょっとなんかダコンっていうか、これ塗装の裏かな、ちょっとこういうのがあったりとかするけど、若干なんかこのバリとかこの辺があったりとかするけども、まあ5980円なの、これは文句言えねえよ。普通に全然問題ねえよ。すげえよ、普通に半端ねえよ。どういうことだよ。なんかね、重量がね、普通のスタートと比べるとね、結構なんか比較的というか、かなり軽い感じがします。ちょっと何キロか分かんないですけれども、で、まあこの元々ついてる弦がね、ちょっとあんまりよろしくないからね、これでこの損してる感じはありますよね。これ後でちょっとまた弦を変えて音を鳴らしていきたいんですけれども、まあちょっとその辺をね踏まえてレビューしていこうかなという感じでございます。で、気になるこのフレットの仕上げ、これめっちゃ良好です。すげえいい感じ。安いギターってさ、このフレットの仕上げが甘いんさ、なんかフレットの仕上げが甘くてさ、この痛いんだよね。もともとフレットってこの長いんですよ。こう長いの、すごく。で、その長いフレットをバン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 ってこうで、ハントンバチでこうね、ネックにこう打ち付けて、で、こうチョキンチョキンって切って、このヤスリとかでその成形をするんですけれども、安いギターだとその成形してるのがすごいこの粗いから、バリが出ちゃって痛いんですよ。もう本当普通にもう言葉通り、こうやってね、指をこうくっつけてスススってやっていくと、普通にここに傷ができるぐらい、普通にもう切り傷ができるぐらい、バリが甘かったりとかするんです。普通にこの血が出るほどはなかなかないけどね、普通にこのね、サクサクサクってこうね、薄皮っつうんですかね、ここのところが切れてしまうぐらいのギターは結構見かけます。けどこれに関しては全然こんな感じでサッサッなんて言っても全然大丈夫。若干、
このハイフレットあたりが怪しいかなって感じはありますけれども。全然横でございますよ。普通にチューニングをしていきましょう。チューニングでトライ。の周りめっちゃ良好です。全然きついところがない。全然渋いところがない。めっちゃいい感じ。良好でございます。すげえね。まあ、これ届いたばっかなんで、まあ、何もいじってないんですけれども、ちょっとね、原稿がね、ベタベタすぎるので、ネックが今若干こうなってるんですよ。なんで、そのロッドを回してあげて、こっち側に持ってってあげます。このグッと回して、こっち側に持ってってあげます。ってなると、サドルをね、ちょっとね、開けた方が良さげなんで、サドルを開けてあげて、原稿がかなり、まあ、2ミリ、もうないぐらいでかなり低くてベチベチしてしまっているので、そんな調整をすれば全然もっといい音ができるはずですね。ちょっとやってみましょう。弦を変えて。で、まあその弦を変えていろいろところでなんとかなんとかする前に、このね、安いギターのその特徴といいますか、その良くないところとして、まあその、なんだろう、その仕上げが甘いとか、その塗装が甘いとか、なんかパーツが甘いとか、なんたらかんたらとかいろいろあるんですけども、その一つの要因として、個体差が激しいっていうのがありますよね。たまたまこの ST250、これはなんかね、当たりだったか、そのネックがすごいいい感じかもわからないですけども、外れ当たりがどうしてもあると。なので、まあ、一本だけではね、その評価ができないということで、なんとびっくりだもん。ST250。もう一本買いました。びっくりだもん。全く同じモデルでございます。カラー違いということですね。星もちゃんとすごいですよ。ピックアップついてますよ。で、セレクターのスイッチもついてて。で、もちろん、これをつなげれば音が出るはず。音出してみましょうか。これで音が全然違ったら面白いですよね。ちょっと違うかもしれない。ミッドローみたいなのが効いてる感じがしますね。ちょっとこれめっちゃ音に個体差があるやんけって感じですけども、でちょっとこうね、ネックを見てみるとね、こっちのエメラルドグリーンの方はね、こうね、仕上げすごくいいんですけども、こっちの赤い方はね、結構甘い、全体的にバリがあります。これこのまま使ってるとちょっと手が痛くなるパターンのやつですね。普通にこうやって触ってるとちょっとザクザクしたものを感じます。普通に感じます。こっちは全然ないですけどね。これはまあ、あんまりよろしくないところですね。ちょっとまたチューニングしていきましょう。あ、一弦が渋い。ちょっとここのペグが結構硬いです。指板の色が全然違う気がする。結構こっち淡い色してますけど、こっち結構濃い感じするね。両方ともローズ指板なんですけど、なんか材質感がだいぶ違う感じがします。え、なんだろう、こっち全然あれだな。え、なんだろう、こっち全然ワクワクしない。なんかすごい、なんだろう、これ。なんかナットが、
ナットの仕上がりにかなり差がありますね。ナットが全然違うんだな。なんかこっちのエメラルドグリーンの方のナットはね、割とね、適正の高さになっててね、すごいこの引きやすいんですけども、こっちの赤い方はね、なんかね、ナットがね、すげえ高い。高い3、高い、高い、高いです。ナットがすげえ高いです。なんでまあ原稿がむちゃむちゃ高く感じますね。これは結構、引き心地にかなり影響を与える要素でございます。で、まあ、こっちの機能性とか塗装とかに関しては、こっちはそうでもないかな。ちょっとこっちのエメラルドグリーンはね、ここに大きな塗装ムラがあったんですけれども、こっちの赤い方に関しては塗装は大丈夫そうな感じですね。まあ、ちょっとこのピックガード剥がしたりとか、そのね、この後ろのカバー外したりとかしたら分かんないところもたくさんあるんですけれども、まあ、塗装に関しては大丈夫そうな感じはします。けど、このフレットの仕上がりとナットと一弦が、ちょっと、なんかちょっと外れな感じがありますね。なんか E コードとかを押さえると結構そのナットが高いから、ナットの高さが高いから結構グッと押し込まないと音源できない感じがします。面白いもんですね。こんなエメラルドグリーンと赤の2種類買ってみましたけれども、まあ見事に、こっちが当たりでこっちが外れという感じでございます。でもまあその個体差が激しいっつってもね、そのやっぱりこう2台くらいじゃね、やっぱりそのなんかこう、実際どうだかわからないんで、なんとなくもうお察しがついたかもしれませんけれども、なんとですね、びっくりすることに、もう一本買いました。同じ機種を買ったつもりが、間違えてメープルシュガーのギターを買ってしまったんですけども、で、まあ、ほぼほぼスペックは一緒かと思われます。これの色違いって感じですね。こっちの方もちょっと音鳴らしてみましょうか。これはまあね、指板が違うから、まあ、音が違って当然でございますよ。どっちかっていうと、こうね、ソリッドなエッジの効いた感じになるはずなんですけど、どうでしょうか。あ、メープルっぽい。こんな感じです。まあなんかね、メープルっぽい音は確かにするなという感じです。で、こっちのギターに関してはね、結構良さそうな感じですね。なんか普通に弾いててもそんなにストレスがないというか、違和感がないというか。あ、まあ違和感というか、その、パッと持った感じでなんか安っぽいなというのがありますけどね、もちろん。あ、予言がね、むちゃむちゃ遊びが大きい。すごい遊びが大きい。こんだけグリグリ回してもチューニング変わらないですけど、この遊びむちゃくちゃでかい。あ、戻ってきた。この遊び、こんだけ動かしても音は変わらん。そしてちょっと渋い。このエメラルドグリーンのやつが抜群にいいですね。これも若干ね、そのナットがなんか甘い感じがします。なんかナットの高さが甘い感じがします。この辺の操作性に関しては多分そんなに問題はなくて、音に関しても別にそんなに過不足はないかと思うんですけど、そしてこの辺のなんかこのフロントにした時のこのノブ太さ
何の？あ、うん、一弦が22フレット。うわ、すっげえこれ。最終フレットにめっちゃバリが出てる。めっちゃバリが出てるというか、なんていうか、普通にトゲが生えてるレベルで。これはすげえな。こっちのギターはこ、ね、下の方は割とそうでもないですけど、これもハイフレットの方が甘いっすね。特に最終フレット、すごい、バリっていうか、なんか普通にトゲが生えてるぐらいのレベルでございます。こういうのね、そのね、強くピッキングしてるとね、結構ね、一弦がね、この、ね、横一緒で乗っちゃうんですよね、こんな感じで。そうすると、こんな感じになってしまうんですよ。でもこののぶとい感じ、こんな感じ。凛凛現象が始まりました。まあ、こんなのもあったりしますけど、まあこれはいい感じですね。これはまあ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 いい感じ、まあまあいい感じ。とりあえずまあね、せっかくだからと思ってこう、ね、1本だけじゃつまんないなと思って3本まとめてバーンと買ってみたんですけれども、まあ、順番的に、この赤いのがね、ちょっといろいろと問題点ありって感じですね。フレットがね、全体的にちょっと仕上げが甘いのがちょっと減点高めでございます。で、こっちの紫の方は割といい感じではあるんだけれども、ナットっすね、気になるのは。あとまあ、別にこれは慣れれば別に問題ないんだけどね、この予言の、この遊びのデカさがちょっと気になるかもわかんないです。塗装に関しては別にこっちもそんなに問題はないかなって感じですね。この辺になんかちょっと粒々があるんですけど、これは多分箱の汚れとかだと思うんで、若干、傷かなっていうのはあるけど、もう傷じゃないっすね。傷じゃないですね、大丈夫ですね。打痕とかでもないですし、塗装ムラとかでもないですし、まあ、パッと見た感じは別にそんなに問題はなさそうという感じです。問題はなさそう。こっち側とかもそんなに問題はなさそう。でもまあ、何度も言うんですけど、5908円ですからね、これはもけちゃいけないですよ。で、まあ、この中でもそのね、このエメラルドグリーンのやつ、これはもうほんまに、めっちゃ当たりだと思います。これは全然あり、いけてる。これは割といけてる。まあ、いけてるって言っても、5980円の割にはいけてるってことですけどね、そこのカッコを無視してくださいね。普通にメインギターとしていけてるとかじゃなくて、5980円の割にはいけてるということでございます。なんかこんなこと言うとさ、なんかその安いギターでこういけてるわけがねえだろみたいな感じでコメントする人いるんですけどね、いや、カッコがありますからね、5980円としてはかなりいけてるということです。まあまあ、5980円としては見たら別にこれもいけてるんですけどね、だって5980円でこれ作れてって言われたら絶対嫌じゃないですか。塗装めんどくさ、フレット2めんどくさ、5900円、これ1本作って俺5980円しかもらえないのって思ったら絶対嫌じゃないですか。その点ね、5980円を払えばね、こんなの作ってくれる人がいるわけですからね、まあすげえ感じですよ、本当に。ちょっとこのエメラルドグリーンの方のこちらの1本、こちらの1本はですね、なんか割と良さそうな感じがするので、ちょっくら弦高調整 と、このサドルステン、サドル調整とネック調整と、あと弦交換を、ちょっとやってみようかなと思います。お金をかけずに、まずは、チューニングをしてみましょう、チューンアップをしてみましょう、改造してみましょう、どんな感じで変化をするでしょうか。そちらの変化の様子はですね、2本目の動画で公開させていただきたいと思いますので、よかったらそちらの方もご覧くださいませ。ということでございます。付属してますからね。買わなくていいんですよ。ちゃんと付属してますからね。皆さんもギターを買えばね、自分でチューニングをすることが、チューンアップをすることができるわけでございます。お金をかけずに、まあ、エリクサーは高いけど、まあ、弦交換はちょっと目をつぶってください。
消耗品ですからね。原稿館は目をつぶっていただいて、そこからお金をかけずにチューンアップをしてどこまで攻められるかをちょっくら実践してみたいと思います。2本目の動画をお楽しみに。そして最後に私、滝沢勝谷、Twitter などをやっております。TAKIJAWA という名前で、滝沢という名前で Twitter やっております。もしよろしければ、ぜひフォローしてみてくださいませ。動画の感想、動画のリクエスト、その他ご意見などですね、ぜひバシバシリプライしていただけますと幸いでございます。こんな動画が見たい、こんな動画を作ってほしい、そういうご意見がありましたらお気軽に。フォローしてリプライをしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。このギターは名前どうしようかな、エメコさんにしましょう。エメコさん、このギターエメコさんがどうなってしまうのか、2本目の動画をお楽しみに。じゃあね、バハハイ、さようなら。エメコさんでした